ろしくお願いします。早く終わってください。キコーナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。シーサです。トミーです。さあトミーさん、はい、やってまいりましたよ。今回はキコーナ加古川店ではないですね、ここは、はい、どうやらここはここはどこかのショールーム、そうなんです、はい、今回は大阪府にあります、はい、三京さんのショールームにお邪魔させていただいております。なぜ今日ショールームに来たかというと、もう見えてますよね。そうなんです、今回実践させていただく機種はこちら、4月20日導入開始予定となります最新台です。 B フィーバー戦機別称シンフォギア2来ましたよ。あの大人気機種 CR フィーバー戦機別称シンフォギアの正統後継機です、はい、これは楽しみ楽しみ。あのライトミドルのスペックとして、ライトミドルタイプとして一世を風靡したと言っても過言ではない、あの人気機種の後継機が今回はどんな感じで出てくるのか、結構ね楽しみにされている方も多いと思いますし、いやでも人気機種の後継機ってどうなのってちょっと半信半疑で待たれてる方もいらっしゃると思います、まあ、そのあたりね、あのスペックも含めてご紹介してい、いきたいと思いますので、ぜひですね今回は4月20日導入予定のこちら B フィーバー戦機別称シンフォギア2がどんなものなのか最後まで見ていただけたらなと思います、まあ、さらにですね、あの2人の実戦の中で見れればいいんですけど、見れる可能性がかなり低い特別なスペシャルな演出をですね最後にあのご用意しておりますので、まあ、最後そちらも見ていただけたらなと思います。それでは早速実戦に行きましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは実戦に入る前にトミさん、はい、まずはスペックの紹介をさせていただきたいと思います、はい、こちらをご覧ください。本機は大当たり確率通常時が 199.8 分の1、 シンフォギアチャンス中が約 7.6 分の1となっております。時短の振り分けが最終決戦が1回プラス残保留4個、シンフォギアチャンス中が7回転11回転99回転プラス残保留4個となっております。シンフォギアチャンス突入率は約 51%、 シンフォギアチャンス継続率は約 82%、 大当たりラウンドの振り分けは10ラウンド7ラウンド6ラウンド4ラウンド3ラウンド、各ラウンドでの払い出し手玉はご覧の通りとなっております。そして今回注目していただきたいのは、継続率約 82% となっておりますが、シンフォギアチャンス中の大当たりの振り分け 50% が10ラウンドの大当たりとなっております。なんとですね、右打ち中の獲得期待度は前作を上回ってるっていうことなんですよね。いかがですかトミーさん、前作も打たれたって言われてたじゃないですか、はい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 、でライトミドルの割には結構瞬発力もあるシンフォギアだったじゃないですか、うん、はい、今作それを超えてきたということですけれども、それはもう実践してからどういうことかですよね、実際体感してみないと言ってもね、ちょっと分からないところありますから ね、あのもう内規っていうんですか、はい、あれも変わってますからね。そうですよね、 CR と P に変わっちゃってるんで、はい、そうです、その辺もちょっとこう打って確かめてみないと分からないから、ね、そうですよね、果たして前作をしのぐ敵となっているのかどうか、この後実戦で、はい、示していきたいと思います。それでは早速実戦の準備できましたので、はい、打っていきたいと思いますけど、はい、まあ一応ね、あの出玉勝負というか、ええ、最終画面でたくさん出した方が勝ちという感じで実戦の進めていきたいと思います、はい、それではよろしくお願いいたします。まあ、今回は筐体は新しくなって、この新しい筐体を絶唱っていうらしいです。絶唱筐体とです、専用筐体ですね、専用筐体です、はい、もうフェイスオブ響きがついてますからね、うん、早速出ましたね。あの多分名称は違うと思いますけどここにね、あの大きな響きのフィギュアというか役物がね、はい、目立ちますよね。これもあの動くタイミングがあります、演出中に。であと基本的に通常時のこう演出というのはもう初代の DNA を完全継承と言ってるぐらいなんで、前作打たれてる方はもうすんなりと入ってくるかと思います。そうですね、はい、でもあの絶唱リーチに行く流れとかですね、手紙の種類とか、まあ、保留の色とか、この辺の厚さっていうのも、まあ、前作同様ということで聞いてますけど、ただやっぱりね、戦機絶唱シンフォギア2というぐらいなんで、新しい演出も今回あの加わってます。その新しい演出がめちゃめちゃかっこいいんで、その辺をどちらかが今日出せたらいいなという感じですね。おーっと、拳焼くものがすごいですね、焼くものも
止まれ、よし。さあ2回目、あの前作でもあったあの響きの予告も入ってますね、右側から、はい、そうですね、白ですけど、まあ、この辺もですね、あの前作赤だとさらにチャンスというのがありましたけど、その辺も継承されているという感じですね。3回目いきます。これはほっ、どうだろうか。でスーパーリーチの流れも基本的には最初こう走者リーチに行って、そこから絶勝なるかどうかのこうジャッジが行われてという感じ で走者リーチの後半パートに行くか絶勝に行くか、あ大きいですね絶勝の文字。もちろん演出は新しくなってますけど、この辺の流れも前作とほとんど変わってないですよ ね上から絶勝の煽りがあって、はい、もちろん絶勝の文字が出てくれば絶勝リーチかもう一つの新しいリーチに行くかというところですね。でその新しいリーチっていうのがバッケンと言われるリーチなんですよね、はい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 、でそちらもですね絶勝リーチに次ぐチャンスリーチということで、まあ、そこまで発展しても大いに期待が持てるということになってますね。さらにですね、はい、今回絶勝リーチも新しくなってるんですよ。今まで響きが出てきて、はい、私たちはって言ってたじゃないですか、あの響きバージョンは健在なんですけど、さらに全員絶勝っていうリーチが今回加わってます。で響き一人の絶勝よりも全員絶勝に行くとさらに期待度が高まるということですね、はいはい、結構保留変化は来てますけどね、まあ、一応あれが白保留ですね。で今回もまあ青保留のまま発展すると超激アツという感じになってます。お、煽ってきた。この辺の煽り方ちょっと新しいですよね。このバックに通常中流れてる曲もなんかこういいですよね。そうですね、なんかあのホームセンターとかでよく流れてるあのあるじゃないですか。なんかねその叩いてるのかディスってるのかわからないようなやめてくれません。なんて言っていいかわかんないんですけど。当たりそうな感じですか。いやダメですね、ですね、はい、まあ、この辺りもね、おーここからめっちゃ横動いてますやん。ここから精鋭ゾーンに入りましたよ。もうこれもね前作おなじみのチャンス演出ですね、うん、一気に期待度高くなった。もう横も回りましたからねこれが、はい、これすごいですよね。はい、絶勝、これで、走者リーチの後半に行くか絶勝に行くかですね。あ、まあ、もちろん絶勝に行けばかなり熱かったんですけれども、おっとゴールド、今作も健在です。まあ、ゴールドは熱いですよ。あれあるのかな、あ、ありました。今回もここの隠しボタンありましたね。こう色が変わればチャンスっていう、レインボーまで行けばもちろん大当たり濃厚でしょうけど、当たりました。早いな、やった。結構ね僕実はもう本当に真っさらの状態で今日初めて打ってるんですけど、前作の戦記別称シンフォギア打たれてる方は本当にすんなりと入れますね。さあただ問題はここですよ、最終決戦、最終、まずはフィーバーもなんか今までワンパターンしかなかったんですけど2つモードが選べるんですね確か。あ、最終決戦、そうなんですよ、1回転プラス保留4個、まあ、ここは前作同様なんですけども、演出が今回ね新しい演出が選べるんですよ、はい、それをねちょっと見ていただきたいと思います。さあここですね、キャロルを倒しシンフォギアチャンスをつかみ取れというところなんですけど、前回同様バトルタイプあります。でもう一つ振動タイプっていうのが新しく加わったんですよね。今回はプレイヤーによってここは任意で選べるということになってます、まあ、まずはバトルタイプいってみたいと思います。はい、勝負は5回ですね。もうね何が出てきたら強いかも
もう一目瞭然だと思います。はい、青緑弱いですね。変わった。あ、赤がある。響きがいる。響きがね一人いますけども、ちょっとどうだろう、突破できるかどうかで戦闘が始まると、まあ前回はあのフィーネでしたけど、今回キャロルとのバトルで、もちろんですねこの後の勝利をつかみ取るの文字の色にも注目ですね。このぼーっとしてる感じもね、前と一緒ですね。はい、まあこれ普通ですね。おお、いった、一発。これで、まあ、一応 51% 突破して新フォギアチャンス突入ということになります。いやー、意外なところで全然あの赤文字でもなかったし、ノイズが走らずにあのキャロルのアップになればまた次の回転はチャンスというところも前作同様ですよと言おうとしたんですけれども、まあ、早速1回転目でここは決まりました。というわけで新フォギアチャンス突入になります。大当たりラウンドの振り分けおさらいですけれども、大当たりラウンドが、まあ、通常時の初当たりの 99% が3ラウンドと言いましたが、その他にはですね4ラウンド、6ラウンド、7ラウンド、10ラウンドという振り分けがあります。しかもですね、トミーさん、はい、今作新フォギアチャンス中の大当たり、10ラウンドの振り分けが 50% あります、はい、なので大当たりの半分はマックス取れるということになるんですよ ね、 まあ、このあたりも前作をこうしのぐ出玉性能ということになってますので、まあ、継続率だけじゃなくてですね大当たりのラウンドにもこう期待が持てるということになってます。じゃあ大当たり中にちょっと新フォギアチャンスの後のあの時短の振り分けもう一回言っておきたいんですけど、まあ、基本的には前作同様、7回転の時短プラス保留4個だったんですけども、さらに今作は11回オア99回というのが追加されてまして、継続率が、約 82% とアップしてますので、まあ、そのあたりもねかなり楽しみなところですよね。でもちろん、この図柄増殖タイプとかキャラを選べます。ここもですね翼と一撃タイプとか。さあいきますよ、新フォギアチャンス突入です。新フォギアチャンス GX ですね。あーもう一緒ですね、まあ、この辺もおそらくですね今発展の文字が奥に見えてましたけども、もうすでに図柄が転配しているものがあったりとか、そこからねポンといきなり大当たりしたりとか、変動中にいきなりこう焼くものが動いて大当たりとかっていうのもあるんだと思います。さあラストです。戦闘準備完了。でもちろんここも対戦相手のキャラによって勝利期待度変わってきますね、まあ、その辺はこう色で示唆したりもしているので、キャラクターを知らずともこう色でねこう判断できるかと思います。どうかな、下から2番目。青緑赤の緑ですね。おー、ワンセットで7回プラス保留4つで終わりの場合は、まあ、この後あの流れ星が流れるかもっていう画面に行って、はい、ここですね、これで終わるんですけど、今回ですねここで V ストックとか出てくる場合もあります。あ、終わった。まあこんな感じで、前作打たれてる方には非常にこう親しみやすいゲーム性となってます。ただ今前作を打たれてる方っていうことはお話しましたけど、もちろんね前作の新フォギア打ったことないという方もいらっしゃるでしょうから、そういう方は今何が起こったのかもしかしたらわからないかもしれないですよね。で今何が起こったかっていうのを簡単に申し上げますと、新フォギアチャンスに入った時に
時短が7回必ずついてきます。で、7回転で、ジャッジがされるんですけれども、その7回転での、大当たり確率が、約 7.6 分の1ですね。約 7.6 分の1を7回転でこう当てれるかどうか、ね、それに漏れた場合は4回転の保留がありますので、その4回転の保留を1回転で見せるという演出になっているわけですね。なので合計11回転で 7.6 分の1が引けるかどうかっていうのが、あのシンフォギアチャンスだったわけですね。なんかね、こう11回転で 7.6 分の1って聞くと簡単に続きそうな気がするんですけどね。残念でした。なんか白黒、おお、白黒ゾーン、これはちょっとあるんじゃないですか。それは新しいですね、はい、あの前作ではねピンク色の画面でずっと止まった、あフリーフェイスありましたよね。長いこと止まれば止まるほど見たら、はい、今戻りましたカラーに。剣ちゃうか、ちょっと期待できそう。ああなるほどなるほど、疑似連ってことですか、ね、そうですね。あ、疑似3まで来ました。おー強い、これは行くでしょう。おい、よし、あ7点、今7点じゃなかったですか。7点ですね。あでもまだ来た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 、ホラーがめっちゃ来ます。いやいや7点やばいでしょう。よし、おお、ここなんですけど、響きが1人のバージョンと全員絶唱のバージョンがここで出てきます。全員いる場合は、まあでも7点からの絶唱リーチ、これもうトミさんおめでとうございます。ありがとうございます、おめでとうございます。一緒に拝見させていただきます。いやー気持ちいいな、やっぱり。わすごいすごい動き、すごい動きですね。仏壇の動きがすごい。仏壇ってもうなんか今日は例え方が雑。おい見てください見てください、わーこんななるんですね。もう全部がね、すごい全部が動いちゃって。6人じゃない、私が束ねるこの歌は、うん、はい、ここのタイトルもですね、まあ今通常の白タイトルですけど、金のタイトルともちろんフルーツ柄もありますということですね。でこれ金になった時めちゃめちゃかっこいいんですよ。あ、こっちか。あ、OK です、OK です。さすがに当たりましたよね。まあ、ジェストリースというよりも7点でしたからね、今ね。先ちょっと間違えて呼び出しボタン押しましたけど、役物が大きいんで。店員さんいませんので、ここ。ちょっと押しにくい時はここ押してもらったね。ねえ、よかった。よかった。おめでとうございます。すごいな。わあ、すごい。すごいすごい。これ、シンフォギアチャンス直行ですかね。これね気づいたんですけど、前作のシンフォギアって結構筐体がフラットだったので、はい、右を向けば隣のお客様のこう演出も見れたじゃないですか。え、赤？これはまだランダムになってるんですね。決まってない感じ。あ、こんな感じでしたね。ただ緑、まだ分からんままか。すでに赤があって緑2つ。それは面白い。最後までドキドキしますね、はい、あ、分からんパターンですね、最後まで。へえ、面白い。これが文言ボードみたいになって見えないんですよね、こっちから。
ここのこの顔は相変わらず。オッケー、まあしゃあないしゃあない、はい、響ちゃんがこれでまず当たってまうんかな。白文字うー、あかそれは痛い、それは痛い。はい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 、まあ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 、まあ、次ですよね。これですよね。ここは新しいとこですよ、はい、どんなあれになるのかな。おどこでわかるのか。おお、レバブル、レバブル来ました。今作も健在です。レバブル、へえ、熱いんですね。やっぱりね、あのパターンは外れたりして頼むよっしゃー。まあさすがに当たりますよね。あーでも初めて見た、今のがレバブルですね。今作のこっちがブルブルします、かなり激しく。シンフォギアチャンス GX です。今作のラッシュはかっこええや、名前が本当に。おお、デュランダルです。デュランダル保留です。ここはもらったの。まあ、だからさっき言ったようにデュランダル熱いんですけど、まあ、さらにこうどういった強い演出が絡んでくるかで変わってきますよね、期待度も大きく。いや気持ちいいな、デュランダル。すごい回ってる。あー今疑似連が起こってるところですかね、これは。おお、生存。さあこれね、デュランダル予告から先鋭ゾーンと、ね、でもかなり熱いパターンと言っていいと思います。さああとはどこに発展するか。まあ普通のソーシャリーチなわけがないですよね、この流れで。あでかい、これはいきますでしょう。はい、多分絶勝でしょう。はい、いや相変わらずこのデュランダルから先鋭ゾーンから絶勝の流れ、もう完全に当たるパターンですよ。でね、70億の絶勝リーチの金タイトルをね見ていただきたいんですよ。めちゃめちゃかっこいいんで、その後の発展が。はい、おなじみの激アツ演出です。すごい分煙ボードみたいなやつがこう閉まってますね。あー白タイトルでしたね。まあでもかなり強めの位置絡んでるんで大丈夫でしょう。いきますよ、当たれ。さすがに当たりましたね。ここは2回目の大当たりになります。おお、また新しい演出ですね、これも。さあすぐに追いつきますよ、トミーさん、はい、さあ行きます。こちら最終決戦です。じゃあ僕一回振動タイプやってみたいと思います。まあ、もちろんこちらも1回転プラス保留4個、全部で5回の勝負なんですけれども、まあ、今回新しく追加された振動タイプ、振動すれば大当たりというですね、どんな演出が見られるのか。あーもうここが違いますよね。ちょっと見にくいかもしれませんけど、液晶右にこの戦闘準備完了
の文字が完成すれば保留が満タンですよということですね。あ、さらに戦闘準備完了の後ろの炎の色が変わっていくようですね。これでも期待度を示してますね。ちょっと見えづらいですかね。はい、というわけで戦闘準備完了、炎の色は緑止まり。どんな5回転が見られるか。はい、先輩して、押し続けて、え、まさかこれ1回の演出で全部見せるわけかな。これで1回転終了ですよね多分。あ、そうですね、こんな感じで5回転結構シンプル。演出的にはバトルタイプの方がなんかこうワクワクしそうですね。あ、7点きました。あー、なるほど、振動タイプ、手見て振動タイプ、こうなったら当たりってことですね。めっちゃ揺れてる、すごい、これが振動タイプです。手がブルブルなる。あれ、全然ダメっすね。トミさん、はい、82% です今回。いや、82%、え、復活、イエーイ。あ、これ気持ちいいわ。よっしゃー、ありがとうございます。そこから V ストック、いやー、いいっすね。さっきの一回終了画面に行って流れ星流れずで、はい、V ストック。あれ、それもしかしたら99回選ばれたんじゃないですか、時短。なるほど、時短の99回が選ばれたときは終了画面で V ストックが出てきて。あ、そっかですよね、今時短中ですもんね。かっこいい、これはいい、気持ちいいですか。気持ちいい、めっちゃ V が、めっちゃ V。あー、いいですね、もういっそ、あの520の表示があるので4ラウンドの大当たりと思わせといて実は10ラウンドでしたというパターンですね。はい、これでマックスになります。1300、おー、しかも V ストック、これは気持ちいいですよ。こっちも V ストックしました。よし響きでいこう。もうすぐ2500発、早いよ。さあ、私も頑張ります。2回目のシンフォギアチャンス、やっぱり 50% あると弾ける感がすごいですね。そうですね、もう2回目の1300発の大当たりなんで。そうなんですよ、だから当たった時の期待感っていうのはもう 40% と 50% の違いなんですけど全然違いますよ ね。 そうですね。さあ、 V ストックがありますので放出の文字が出てくればもうそこで大当たり濃厚ということになりますね。あ、やっぱり響きはこういった感じですね。1つ、2つ、3つみたいな。はい、これで2つですね。はい、ここで V 放出ですね。で、もう1回言いますけど今作はシンフォギアチャンス2の大当たりの 50% がマックスの1300個なのでもう当たった時点でその 50% 取れるかどうかかなりワクワクします。おー、バッケン、バッケン来ました。しゃあ、初めてだ。バッケンです。おすごいな、緑に変わった。まだ続いてるんですか。さすがバッケン、
よいしょ。 V ストーク2個。え2個。いやーすごいな。あとはもう振り分けですよね。大当たりの楽しいですか。はい。面白いですか。楽しいです。導入されたら絶対打ちますか。打ちます。いただきました。さあラストです。おー、これは当たるパターンでしょう。見ました今の筐体の動き。まあ、ラストは必ずあのバトルには行きますんで。あれがデフォルトだったらちょっとびっくりしますよね。毎回連打の方がチャンスっぽいですね、パターンとしては。ただ天敗は天敗力2つ。頼むよ。まだ全然続いてない。ああ行きましたね。まあ、やっぱりあの指導時の煽りはかなり強めの煽りだったんでしょうね。いやトミーさん、いやすごい、完全に出玉合戦になってきましたよ。継続率 82% プラス大当たりの 50% がマックス10ラウンドっていうのはやっぱ強いです。しかもライトミドルですからね。通常時の大当たり確率 199.8 分の1。トミーさん、もちろんあのキコーナさんにも導入されるわけじゃないですか。はい、楽しみですね、初日から。そうですね、ゴールデンウィーク前の導入になりますんで。4月20日ですもんね、はい、導入が。これ非常に盛り上がるんじゃないでしょうか。ゴールデンウィーク前に導入していただけるというのはまたありがたいじゃないですか。そうですね、これ今年のゴールデンウィークは選挙別所シンポギア2に入り浸る方出てくると思います。おお、かっこいい、かっこいい。あれすごい、めっちゃかっこいい。6000発突破。早っ。引け。引け初めてやれた。押すだけじゃないです。引きもあります。すごいね。すごい。こんな大人が夢中になる。なかなかこんな遊びはないですよ。はい。わ、早いな。おお、レバブル。レバブルいただきました。シンポギアチャンス2のレバブルはどれくらいの期待度があるか知りませんけど、勝手に言います。激アツです。激アツです。もう間違いない。だって前作がそうだったもんね。2ライン。あ、いったいった。もうレバブルからんで3ライン。外れるわけがないぐらいの気持ちです。頼むよレバブル。はい。裏切りません。裏切りません。ちなみに今日あの三協さんのショールームで打たせてもらってますけど、はい、このラッシュ中の大当たりの継続はガチ抽選です。シナリオも何もありませんので。はいはいはい、そうです。だからそれぞれ自力で今出してるっていうところです。ですですです。調べですか。ですです。でもこれ導入前に上がってるわけでしょ、この動画。これなら打ちたいって思ってる方僕多いと思います。あ、ほとんど変わってないんだ、じゃあ打つっていうですね。逆に、あ、もう何もかも一新されたの、じゃあ打たないっていう方って結構多いと思うんですよ。これだけ初代を継承されてるなら打つわって。終わっちゃった？終わっちゃったっぽい。もう十分出しましたよね。まあもう7000発超えましたんで。7084発。まあだから最近のね信頼で、はい、だいたい導入から、はい、お、まだあった。すげえ、まだあった。もういいですよ。ちょっとよし、ちょっとトミーさん、いやいやいや、ちょっと見せるわ。一言言っていいですか。はい、もうよかよ。もうよかですよ。見せるわ。いやー終わんないな。終わんない。嬉しいっすね。終わっちゃった。5130発。表示上では5130。あった。これがまた気持ちいいんですよ、シンポギア。もちろん今作も流れ星、流れます。当たってればたまらんわ。
てる壊れてる、やばい、すげえぞこれ。気持ちいい。なんか同じラッシュなんですけど全然温度差があるんですけど、そんな10ラウンド来る。あー気持ちいい。またマックス引いちゃいました。次は引け、また V ストック。もう走ってる言葉がすごいですよね。あー気持ちいい。あーまたマックス引いちゃいました。トミーさん、はい、言ってる単語がすごい。もうテンションが上がりすぎて。もういた。これが 82% の継続率の威力です。多分、おー復活パターン来ました。レインボー、はい、1万ポイント、1万ポイント突破。やっぱ僕はマリアちゃんがでいいな。マリアちゃんがいいんですか。あ、ミクちゃんじゃないですか。お、キャロルいきます。キャロル、かっこいいこれ。あ、そう、そう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 、そうなんですよ、特定条件を満たせば、新キャラというか新しいモードが選べるようになるんですね。ラスト2にもうその域に達したということで、それがこれですね、キャロル。そうです、はい、キャロルですね。さあこちらも1万ポイント超えてきました。いやー、いい勝負だ。まあもうすごい出玉合戦、言うときますけどピーキですからね。そうそうそう、はい、そこが重要、そこが重要ですよ。さっき金文字やったんでこれ当たりかな。いやでもピーキーになってね、最大払い出し個数というのが制限されたんですけれども、その最大払い出し個数をうまくこの連続性でね、こう見せているというか、ちょうどだから前作の CR のこの新ホギアも、はい、ナイキが 65% 規制の時の、はい、あのやっぱり低迷してたパチンコが、はい、どうなんねんこれ言ってた時にこいつが風穴開けたわけですよ、はい、すごかったです。で当初は何これみたいな感じだったんですね、最初は。正直、はい、であれが2016年だったかなの出てしばらくしてから、あの頃のパチンコって言ったら本当に大丈夫これみたいな、はい、あんまり注目されてなかったですよね、しばらくするとみんながこう新ポギア新ポギアって言い出して、打ってみたら癖になる面白さだったんですよね。冷静に考えたらそれは流行るよねっていうスペックですもんね。めちゃくちゃかっこいいぞこの演出、キャロルよ、めちゃくちゃかっこいいぞ。もう赤だ、また10ラウンドだこれ。あー、いや、トミさんやりすぎあまりやりすぎると、あ、え、やっぱそれ違うんでしょってなりますよ。本当にガチですからこれ。ね、ガチなんですよ。よし、よし、おまた V ストック、また V ストックです。私も1万3000超えました。早いですね。早いです。これ何万台ぐらい、販売台数がね、1万5000とゴールデンイクアゲン5000台なんで、え、少な、2万台なんですよ。 OK、 だからよく考えられてるなと思うんですよね、まあ、確かに飽和状態にしてしまうよりは。いや、あとちょっと欲しいっていうところをあえて抑えたっていうのがね、販売でしょ。これがまた稼働貢献につながるんだろうなと思いますね。すごいな、これもう多分次買おうと思ったら中古で70万とかするでしょうねあるんですね、5月ぐらいは、確か今の CR の新オーギアが4万から4万5000円台だったと思いますんで、はい、それの半分以下です、半分以下なんでね、まあバリかっこいいこれ。え、なんすかそれ、ストーリーみたいなの流れて、何これ、もう新機種の実演、新機種の設定、すごい、2個また、え、V ストック2個、おー、なんでそんななるんですか。あ、やばいやばい、もう壊れてますこの人壊れてます、やばい人がいます。飯はまだかね、やばい人がいます、飯はまだかね、ちょっと店長呼んできて、店長やばい人がいます、はい、
なかなかねエンジンがやっぱすごいっていうのがね。あー1万7000ポイントすごい。まあまあでも上等です。ありがとう。おー、いや素晴らしい結果でしたよね。ってことで、トミンさんの記録を僕があとは超えれるかどうか。そうですね、はい、私はじゃあ通常でちょっと。あ、そうですね、はい、通常ゲームまた。すごいな、まあ、罰金ですからね。でもあのシンフォギアの僕最高がそれぐらいですね初代の。それをあっさりと寝台で、一発で出されたってのはすごい。あでももう、はい、ええー、とこまで来てますね。もう射程圏内ですトミーさんは。あと1回10ラウンドくれば追い越すかなですね。まあ個人的には私漆黒派ですけどね。あ、はい。さあというわけで、まあね、なんやかんやトミーさんより僕の方が出しちゃいます。くぅ勝ったなぁ。くぅ、はい、大勝利。おー、終わってしまった。入れ替わりですね。さあ、こちら15セットですね。1万8212ポイント。流れ星なければここで終了。はい、というわけでいい勝負でしたね、出玉合戦。あ、本当に、はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした、トミーさん。いやー、すごかったですね。一撃表示上で1万7000ポイントサクッと出されましたよね、はいはい、びっくりしました。しかも大当たりのやっぱり10ラウンドが 50% 振り分けあるっていうのはこれかなり大きかったですよね。相当、ほとんどが8割9割が10ラウンドでしたね。そうなんですよ、はい、だから 50% って結構偏った時ってえげつない出方するんですよね、うん、僕の方はしっかり4ラウンドなんかも引いてたんですけれども、それでもやっぱり体感的には10ラウンドいっぱい来るなっていう感覚でした ね。ただやっぱり初代の DNA を完全継承ということで、うん、我々も今日初めて実践させていただきましたけれども、まあ、前作打ってる立場としては本当にこう前作と変わりなく法則性とかですね、演出の部分も初めて見る演出であっても、あ、これはこうだなっていうのも分かりやすかったですし、うん、そうですよね、スーッとこう入れる機会でしたよね、はい、安心して打ってられたっていうのがすごい良かったですね。良かったですね、で今日たまたま2人とも出ちゃいましたけど、はい、正直これ甘くねえかって思いませんでした。いや、だからすごいユーザーとしての嬉しい反面と、はい、まあ、ホールを見る側の、そうですよね、大丈夫かこれみたいなね。そうなんですよ。ちょっと不安な一面もちょっと覗かせたなっていうところで、はいはい、こちらの P フィーバー千機絶唱シンフォギア2なんですけれども、いよいよ、今年の4月20日から導入開始ということで、もちろん気候なグループさんにもねたくさん導入予定となっておりますし、はい、まあ、最速で導入されるお店もあります。まあ、今回ねトミーさんが、はい、結構これお店にとってはちょっとね痛い機会にならなければいいなって心配してましたけれども、大丈夫かな、本当にあの見ていただいた通り演出の出来栄えとしてはですね、非常にこう前作を継承しつつ新しい部分も取り込まれて、さらにですね出玉線も見ていただいた通りですので、本当にこうライトミドルのスペックでこれだけの瞬発力がある機会というのはそんなにないと思いますのでですね、パチンコユーザーの方のみならず、ぜひですね普段はパチンコを打たないスロットユーザーの方にも触っていただけたらいいなと思います。さあというわけで今回はですねちょっと特別編といたしまして、はい、三協さんのショールームをお邪魔させていただきました。また次回からはですね、キコーナさんのどっかのお店の閉店後にお邪魔して、まあ、いろんなバトル罰ゲームやっていきたいと思いますので、次回の動画もぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。救うために全部使うんだ。誰か
こと言ってくれるなよ。剣、ああ、振り抜けば風が鳴る剣だ。